事なのは頭を動かさずに体の前で大きな丸を作ることだ。慣れてきたらスピードを上げてみよう。それじゃあやってみよう。せーの、みんな全部覚えることができたかな。これを毎日2セットやれば世界に向かってきっと運動が楽しくなるはず。以上、山崎康明でした。ベイスターズ体操は、今、公式。